皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。今日はこの二人でね、はい、なんとあのスーパーヒット動画、はい、怖い雑学の、うん、続きをやっていこうかなと思います、ね、各方面からどこが怖いんだと、はい、絶賛の嵐でしたね。絶賛の嵐。怖い雑学、はい、まあ毎日アップですから、はい、こういうのもあります。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 はい、今回は何回ヒットを打てるかなっていう、そうですね、はい、ところなんですけど、はい、まあ、早速ね、うん、この前50個ありますよっつって、うん、30個やるんですね。はい、やるんですよ。木村さん、これは三振の回なんで。そんなことねえす。空振り三振の回なんで。そんなことないですよ。早く片付けようかなと思って。怖い雑学、はい、やっていきましょう。早速、はい、やっていきましょう。はい、はい、まあ30までやったんでね、31からいこうかなと思います。わかりました。はい、じゃあ雑学31、はい、スヌーピーは、うん、チャーリー・ブラウンだけでなく、うん、近所の子供たちの誰一人の名前も覚えていない。うわ、そうなんだ。これ俺ね、スヌーピーって見たことないんですよ。キャラはあるんですけど、うん、わかるわかるわかる、そのアニメみたいなとか、うんうんうん、絵本とか、うん、見たことないんでストーリーも知らないんですよ。確かにわかんないね、うん、覚えてないと。覚えてない、何も覚えてないらしいです。なんかちょっと悲しい話みたいな感じだね、うん、スヌーピーの、はい、主人公、このチャーリー・ブラウンですか、はい、で主人公はどっち、スヌーピーなんですか。チャーリー・ブラウンじゃないですか。なんですかね、うん、だからバカボンのって名前だけど、バカボンのパパが主人公みたいな感じじゃないですか、あれって。バカボンって、そうだね、だそんな感じなんですかね。あ、そういうことじゃない。うん、そう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 、全然見たことないからな、うん、何もピンとこないです、ね、次いきますね、はい、怖い雑学32、マイバッグを導入した結果、万引き件数が増えた。あ、これ聞きますね。ありそう、うん、そうなんだ。なんか万引きって疑われることも増えたらしいっす。あ、そうなんだ、うん、あ、まあ、確かにねっていう感じ、ね、確かにねって感じだね、うん、はあ、なんかそういうことなんだね、うん、ちょっと話変わるっすけど、うん、いいなと思った宣伝方法があって、はい、俺の中であの野立看板うちやってるじゃないですか、はい、それの次になんか広告出すんだったら、うん、スーパーの袋入れる、うん、袋に商品入れるところに、うん、あのビニールの巻きロールというか、あるあるある、あるじゃないですか、 あそこの上に今広告つけれますよみたいなのが結構あるんですけど、へ、ただ俺がそれ、あ、これいいなと思った時に、このマイバッグ、うん、てか袋廃止法案みたいなのが通って、うんうんうん、有料化になったから、はいはい、あんまりあそこでマイバッグ持ってきて、あそこで商品入れる人が結構少なくなるだろうなと思って、はあ、そのままなんかカゴに袋設置してそのままガッて持ってく人多いじゃないですか、うん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 、だから あそこだったら面白いなと思ったんですけど、うん、やめちゃいましたね。意外と安かったんですよ、ね、そうか、うん、まあ1店舗だけですけどね。ああ、なるほど、うん、まあでもちょっと分かんないけど、マイバッグ、うん、あの例えば肉とか、うん、ちょっとコロッとした、例えば、トマトとかアボカドとか、そういうのはその店に備え付けのビニール袋に入れて、うん、それでバッグに入れるイメージあるんですよね。あるっすよね、うんうん、それが最近だと店員がもう入れてくれるっす、うん、あ、確かにレジで。そうかも、うん、あ、そうかもそうかもね。本当はね、そうなんですよ。意外とあそこ使わんくなったなと思って。うん、そうかもね。うん、そっか。そうなんですよ。次いきますね。いきましょう。雑学33、はい。飲むヨーグルト、いちご味などの赤い色は虫の体液。あ、これやりましたね。うん。なんて虫だったかしたら。こっちにいる貝殻虫。ああ。うん。そっかそっかそっか。うん。あ、カンパリとかも。同じ、うん、あとシャネルの口紅とかにも使われてる。ああ、そうなんだね、うん、虫の染料、うん、ちなみにシャネルで思い出したんですけど、はい、雑学ぶち込んでいいですか、シャネル。おお、ぜひぜひ。シャネルのナンバー5っていう香水があるんですけど、うん、
あの有名なマリリン・モンローが、あー死ぬ時にってやつね、あの寝る時に、あ寝る時に、寝る時にあなたは何を着て寝ますかみたいな、うん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 、聞かれた時に、うん、シャネルのナンバー5って言ったっていうぐらいの有名な香水なんですけど、ココシャネルが、うん、椿のどこシャネル、ココシャネル、ココシャネル、はい、今大丈夫ですか、俺反応正しかったですか、ケイスケがおらんもんで大丈夫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 です、はい、そのココシャネルが香水を作るってなった時に、うん、椿、シャネルって椿を押すじゃないですか、椿モチーフが多いんですけど、あ そ, うなんだ、その椿の香りの香水を作りたい、はい、って言って、うん、何本だかな、12本だか20本ぐらい用意したんですよ業者が、はい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 、でその中で5番目の香水の匂いが一番良くて、うん、はい、あじゃあ名前もそのままナンバーファイブでいきましょうって言って作った香水なんですよ。へ、あそうなんだね、うん、その由来ナンバーファイブ、特になんか番号順に発売してるとかじゃないんだ、うん、ナンバーファイブですね、だけですね、それは本当に雑学ですね。そうそうそう、うん、続きまして、はい、雑学34、うん、右利き、あ左利きは右利きに比べて寿命が短い、うん、あなんか聞いたことある、うん、何だったっけな、なんか大体のものが右利きになるように作られてるからストレスがかかるみたいな、うん、すごい正解、あ正解、うん、書いてあります、あ本当、ね、10年短いんですって、短い、まあ、あの交通機関の改札とか、あ、自動販売機とか、はいはい、お金を入れるところ、はい、現代社会は右利きを中心に作られている、うんうん、ちょっとしたストレスが寿命を下げているそうだ、はあ、うん、そうか、うん、らしいです、うーん、続きまして、うん、雑学35、うん、人間は寝てる間に蜘蛛やゴキブリを食べている可能性がある、あまあまあそれはなんか前もやったな、うん、うん、一応生涯で食べるクモの平均は8匹とか言う地域によるでしょそれ、ね、あじゃあ次いきますね、はい、36、うん、チリのピノチェト政権は、うん、クーデターで政権奪還後敵対者を飛行機に乗せアンデス山脈上空で突き落として処刑した、急になんか残酷、急にちょっと 色が違うの入れてくるじゃん、ねね、まさに怖い雑学じゃんそれ、うん、ちょっとあれでしたね、ちょっとびっくりした、なんかオイランブチみたい、オイランブチ、オイランブチっていう怖い心霊スポットあるんですけど、うん、それなんでオイランブチっていうかっていうと、うん、そのオイランを呼んで、はい、その 武将というか、うん、がいろいろなんか武将だったかな、そんな時代だったかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ偉い人がそういうオイランを呼んで盛り上がってて、オイランってやっぱそういうところにに行くからいろんなコンパニオンみたいな、今で言う、そう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 、いろんな機密情報を知っちゃうみたいな感じだから、うん、処刑しようみたいな感じになって、うん、オイランブチっていう、まあ、谷なんですけど、はい、そこに、うん、なんか四方からロープで張った舞台を用意して、はいはいはい、それでそこで踊るみたいなビッグイベントを解散したんですよ、はい、でその踊ってる最中にロープ全部切ってそこに落とすみたいな、やば、事件があったっていう事件、ことがあったって言われてる心霊スポットがある、はあ、怖いな、うん、オイランブチっていうねところがあるんですよ、そのなんとか政権がみたいなやつは、うんうんうん、何見せしめみたいな感じなのかね、まあ、一度に処理できるからとかですかね、処刑、あそういうことか、うん、どうなんですかね、怖いぞそれは、ね、結構飛行機乗せてっていうのも結構労力いるけどね、うん確かにね、はあ、急になんか本題になってびっくりしました、はいはい、続いての雑学、はい、松茸にも一応毒がある、あーそう、この緩急やばくないですか、やばいやばいやばい、 やばいあーそうとしか言えんかった今、うん、生で食べると腹痛を起こす程度らしいですね、なんかあれキノコあったらなんか大体それぐらいありそうだけど、ね、そうシイタケも言いますよ ね、 ちょっとね、生じゃダメだよみたいなね、うん、あ、まあ、キノコだからね、豚、あ松茸ってどうやって探す、あ豚が使うのは何でしたっけ、トリュフ、あトリュフだ、うんうん、あそれも多分人間が食べたらダメなんじゃないの、うん生で食べたら、確かにね、生で食べたら何でも、何でもね、キノコはやばそうだよね、なんか菌からできてるし、うん、続きまして、はい、雑学38、うん、ドラえもんには幻の最終回があるという雑学ですね、うんうん、まあ、それ同人のやつじゃなくて、
じゃないのかなって思うんですけどね、うん、あ詳しくは書いてない詳しくは書いてない詳しくは書いてないはあって感じですよね。そうだね、うん、続いて雑学39、うんうん、股間のチャックが原因で、うん、救急救命室に運ばれる男性が毎年1000人以上いる。意外と多いって思いました。ちょっと怖い、男性にとってはちょっと怖い。でもあのチャックに挟まれるって考え、ね、って考えたら方形、まあ、方形なのかなって思っちゃうね。あ皮がね、皮がうん、いやー怖いな、引き込まれたらヒュってなる。なるね、なるなる、なる、はい、わーやだー、1000人はいると。え、どう、な、なんでって感じじゃないですか、パンツ履いてないのって。あ、どういう、本当だ ね、どういう状況、どういう状況本当だ、本当だ、どういう状況だ、よく考えるとね、本当だ、本当だ、どういう状況だって思います、ね、うん、続いて雑学40、アメリカでは毎年600人がベッドから落ちて死んでいる。へえ、うん、打ちどころ悪くてみたいな、みたいな感じですかね。まあ、あの YouTube で言えない話でもね、ベッドから落とされてみたいな話ありましたけど、うんうんうん、ね、そういうことなのかな、なんすかね。続いて、うん、雑学41、うん、ゴキブリは病原体を媒介しない、見た目が不愉快なだけ。本当に不潔で危険なのは、うん、蚊とハエとネズミ。ああ、うん、まあまあまあ、その辺はなんか運んできそうな感じするよね。なんかわかるですね。なんかゴキブリはなんかあれって言ってましたよね、ケイスケが。その体液かなんかがめっちゃ強いやつで、うんうん、菌が、菌が繁殖できないみたいな。あ、そうなんだ、うんうん、最強だな。ねえ、続いて、うん、雑学42、はい、クモの味はチョコレートに似てる。あああああ、うん、なんか聞いたことある。食べたこともない。食べたくないね。うん、俺一回ムカデを食べたことがあるんですよ。はい、何それ、中国、何それ。あ、中国で、うん、はいはいはい。揚げてあった？うんうん、もう素揚げみたいな。素揚げ。はあ、どうなの？もうね、土臭くて、はあ、食べれたもんじゃない本当に。やだな。まああれかな、なんか精力剤みたいな。みたいな。そういうあれなのかな。その下手者サソリとかもあったし。ああ。一番やべえのなんだろうって考えた時にムカデだったんですよ。やだな。土の味がする。うん、めちゃくちゃ土の味した。嫌だな。続きまして、はい、雑学43、うん、第二次世界大戦中ソ連軍は犬に爆弾をつけてドイツ軍の戦車に特攻させていた。これはね、聞きますよね。かわいそう。日本でもハラハラ時計っつってね。何それ。お腹の腹、腹って時計って書くんですけど、まあ、腹に二次元爆弾入れて爆発させるみたいな話。人間？それも犬だったはず。犬、うん、かわいそうっていう本があるんですよ。ほうほうほう。それがめちゃくちゃレア化してて、ほう、まあ、地下出版みたいな昔で、うん、今でいう結構その出版会社が通さずにみたいな、いや通してんすけど、うん、ちょっと反社みたいなところが抱えてる出版社から出したみたいなような本で、もうね、うん、多分ねその本が原あるならば30万ぐらいはすると思います、うん、小説。一応そのなんでそれがダメかって言われると、小説っていうか、まあ小説なんですけど、うん、爆弾の作り方が詳細に書いてあるんですよ、ね、ただ今の確か農薬かなんかで爆弾を作るんですけど、うん、今だとできない。ああ、うん、なるほどね。へえ、うん。これのだってデータ化した PDF でも1万ぐらいで売ってましたからね。あ、そう、うん。そういう本もありますね。本があるんだ、うん。あ、もしかしたらこれの話だったかもしれないです。このソ連の犬のそのハラハラ時計も。ああ、そうなんだ、うん。そうだった気がする。昔なんかね、高校の時に。うんうん、そこら辺の電信柱にハラハラ時計上映みたいな、うんうん、なんかね個人が作ったフィルム、うん、ショートフィルムみたいなの上映しますみたいなので、はい、各地方で、はい、なんか公民館みたいなところで回ってる巡業みたいなのがあったんです、はいはい、あらあら、うん、あれハラハラ時計めっちゃ怖いポスターで、へー、ありましたね。高校の時ぐらいだったんですけど僕が、はー、うん、今思い出した。じゃあすいません、続いて雑学44、はい、イスラムの戒律で処女の死刑は禁止されている。そのため監守は死刑執行前夜に女性の死刑囚の処女を奪う仕事があるとか。はあ、うん、
るほど。なるほどね。嫌な話だな。ねえ。続いてもちょっと嫌な話ですけど、はい、雑学45、はい、ウジ虫に傷口の壊死した部分を食べさせる、うん、マゴットセラピーという治療法がある、うん、それあるらしい。へえ。なんか昼に血吸わせるに近い感じあるよね。まあ確かに確かに、うん、綺麗に綺麗にすごい、すごい傷口が綺麗になるらしいよ。ええー、そうなんですか、うん、へえ。初めて聞いた。まあでも分からん、もうそんな昔の話なんじゃないのか ね、まあ、ね今だったらね。雑学46、うん、サザエさん作者の長谷川真知子さんかな、はい、は一般庶民の生活を書いたと言っているが、うん、作者自身上流階級のお嬢様で、うん、一般庶民の暮らしなんかしたことがないし知らないらしいです。あ、そう、はい、はあ。でも確かにね、あの家の大きさで世田谷じゃないですか、うん、そうね、まあ一般家庭って言っとるんですけど上流家庭なんかなっていう、ね、まあそうだね、確かにね、うん、はあ、そうか、うん、続きまして、はい、雑学47、うん、マットレスは10年後平均して2倍の重さになる。まあそれはなんか汗吸ってみたいな、汚れ吸ってみたいなことでしょ。これは、うん、家飲みと、うん、家飲みの糞によるもの。はあ。ちょっと怖くないですか。飲み。飲み。でもきっとさ、飲みだけじゃないんじゃない。まあそうですよね。うん、髪の毛とかも全部。まあ言ってみれば飲み飲みじゃないってことじゃない。次いきますか。まあ、言うなればね。ケイスケ呼んでほしいな。じゃあ次いきますね。はい。続いて雑学48、うん、女性は男性よりも1日に3回多くおならをする。ほう、うん、なんで、なんで数えたどういうデータの出し方っていう。人によるでしょ、ね、それは、うん、でもあの 夜更かしするとおなら多くなるっていうのは本当らしいですね。あ、そうなんだ、うん、何それ、そんなのある。おなら多くなるっていうか、うん、まあ起きとる、ああ、何だったかな、まあ起きとる時間が長いと、うん、その消化する時間っていうか、うんうんうん、本当は人を寝てる時にもこいてるじゃないですか、うんうん、あれをただ認識してしまうっていうか、なるほどね、そういうことね、うん、うーんっていうことなのかなって俺は思ったんですけどね、うんうん、でもなんかガスの発生がなんかっていう説もありましたよ。その食べた後にずっと夜更かしすると、うん、あ、続いて雑学49、はい、古代ローマ時代ネズミの脳みそを歯磨き粉として使っていた。なんか嫌ですね。やだ、なんかめんどくさそうじゃん、なんかね、うん、頭パッカンして、うん、それをね、もうただでさえ歯磨くのめんどくさいのにさ、うん、そんななんかやりたくないよな、うん、だってローマ時代とかって、うん、トイレとかもかなりめんどくさいんですよね、うん、そうなの、うんと上流階級、あのお城とかに住んでる人たちって、うん、なんかそのコルセットみたいなのがぎゅうぎゅうに締めとって、それ全然ローマ時代じゃないら、もっと後の世代だろ、それ。そうかハイヒールがみたいな話の時だろ、それ。あ、そうかそうか、え、うん、ローマ時代ってどんぐらいですか。ローマ時代ってだってあれか、紀元前とかさ、そういう話なんじゃない。ハンドレットぐらいの、なんかそうそうそう、なんかああいう感じのああ、なるほどなるほど、うん、あ、じゃあもうなんか木とかで磨いてそうっすよね。磨く習慣あったのかな。あったのかな。指じゃない、指。あ、うん、なんでそこにたどり着いたんだろう ね。確かにいろんなもの試したんですかね。ね、そういうことなのかね。うーん、これが綺麗になるぞってなったのかな。なったのかな。いや、なんか残りそうだけどね。口の中の感触もなんか、ね、味とかもなんか嫌だ。さあ、木村さん、最後です。はい。怖い雑学50。はい。千と千尋の神隠しには。うん、ホタルの墓の節子が登場している。あ、そう。ちょっとこれ画像いけるか分かんないですけど、一応画像あるんで。見して見して見して。あー、まあぽいみたいな。シルエットです。ぽいみたいな感じだからね。まあでも、まあ、同じジブリ作品だといえば、うん、まあ出ててもおかしくないかなっていうのはあるけど、まあ そうですね、まあそこでなんか年代とかね、意図的にそこで出してんのかとか。ね。ちょっと分かんないですけどね。岡田斗司夫さんの動画でもしかしたら言ってるかもしれないです、ね、まあありそうだね、うん、はい、ということで僕の方からは50個ね、終わりました。終わりました、はい、前編から投資番号で50個ってことですね、はい、そうです。
やーお疲れ様でした。はっていう都市伝説結構ありましたけど都市伝説じゃない雑学が。そうですね、まあ怖い雑学、うん、やってきましたけど、はい、ここからは、はい、私のターン。お雑学クイズ。イエーイ、クイズ好き。オカルトでも何でもなくなっちゃいました。まあ毎日アップなんで。そう、こういう日がねあるんですよ。ちょいちょい。ありますよね。はい。ありますあります。はい。じゃあ行きますよ。はい。早速。はい。一人で活動する芸人をピン芸人と言いますが、うん、ピンはもともと何語でしょう。ヨーロッパ、フランス語？違います。なんだろう。三択できますね。はい。日本語、うん、英語、うん、ポルトガル語。うわ、英語っぽいけどな。英語。正解は、はい、ポルトガル語です。へー。ピンは、うん、点っていう意味の、うん、ピンタが変化したものと。へー。ピン切りのピンですね。あー、ちなみに切りは、うん、キリストの十字架で十っていうことで、ピン切り。ピンが悪い方ですよね。ピン切り、キリが悪い方。キリが悪い方じゃないかな。結構わかんないですよね、その辺。そこちょっとごちゃっとするよね。ね、ピンが確か良かったと思うけどな。月とすっぽんとかね。月とすっぽん？うん。どっちが悪いみたいな。どっちが悪いの？すっぽんの方が醜いものっていうことじゃないの？っていうことですよね。だから下の、そうそう、すっぽんが下の方っていうことですよね。そうそうね、うん。うん。ということで、ポルトガル語。なんか、ボーリングのピンとかから来てんのかな。あ、でもあれもさ、点、うんうんうん、といえば点っぽいもんね、うん、同じかもね。ね、ピンタかもしれんね、うん、じゃあ次いきますね、はい、これは結構面白いなと思ったよ。手遊びでもおなじみの、うん、アルプス一万尺、うん、これはもともとアメリカの民謡なんですけど、うんうんうん、この歌のアルプスとはどこの山のことでしょう。え、アルプスじゃないんですか。スイス？三択いきますね。はい、1、うん、スイス、うん、2、アメリカ、うん、3、日本。いや、スイスって言ったら違いそう。アメリカの民謡ですよね。そうです、アメリカの民謡です。じゃあアメリカじゃないですか。そう思いますよね、うん、正解は、うん、3の日本なんですよ。日本には北アルプス、うん、中央アルプス、ね、南アルプス、うん、それその一つは、まあ、うん、北アルプスが槍ヶ岳らしいんですけど、うん、まあ、それがアルプス一万尺のアルプスだと言われていますと。へえ、なぜアメリカの曲に日本の山が出てくるのかっていうと、うんうんうん、江戸時代にメロディーだけが日本に伝わって、うん、はいはいはい、このアルプス一万尺の歌詞は昭和35年に日本で独自に歌詞をつけられたから。あ、それが逆輸入みたいな感じで。逆輸入？アメリカ的には、いや、アメリカ的には歌われてないんだよ、こんな歌詞では。ジャパニーズオンリー、それが英語になってくるのかと思ってましたけど、向こうでも。いや、いや、あの、だから日本独自の歌なんですね。そうそうそう、そう、そう、すごこれ面白いよね。うん、すごうん。だからあの歌を歌うときにアルプス一万尺っていうのは日本だけっていうことですね。うん、うん、知らんかった。知らんかったね、うん、これ面白いなと思って。うん、あの大きなノッポの古時計も、うん、日本だけらしいですね。100年は100年いつもは、あ、なんか英語だったら確か99年なんですよね。語呂的なもんだ、うん、もんで最高じゃん。そういう意訳最高。大好き、うん、そういう変えたらしいですよ。センスあるなって思うね、そういうのは ね、うん、99年じゃちょっとピンとこもん ね100年っていきたいよね、うん、うわーすごい、うまいです、いい話、うん、はあ、次いきますね、はいはい、ゴリ押しのゴリ、うんうんうん、無理やり物事を押し進めることをゴリ押しと言いますか、うん、そのゴリのゴリ押しのゴリとは何でしょう。ゴリラっぽいですけどね。ぽいよね、うん、ゴリラパワーで強引に行きそうだよね、うん、みたいなね、うん、そんな感じしますけど。しますよね、うん、違うんですか。三択します。してほしいです。ゴリラのゴリ、うん、コリゴリのゴリ、うん、小魚のゴリ。小魚のゴリよくわからん、ね、よくわからんっす。あ、ゴリゴリのゴリ、いやでもなんかゴリラっぽいって思っちゃいますけど ね。正解は3番、はい、小魚のゴリ。小魚のゴリマジで意味わからん。、
川底で休むようにじっとしているゴリの習性を利用し、うん、藁の束を持った数人が輪になり網まで追い詰めるゴリ押し漁から強引に物事を推し進めるゴリ押しの語源になったとされています。え、ゴリって名前なんですか？魚、そういうゴリって魚がいるんですね。いるんですね。それも川底にいる。わ、ちょっと勉強になったっすね。ね、ゴリラではない。決してゴリラだと思ってました。思うよね。次いきますね、うんうん、チームの主力選手、これエースって言いますよね、はい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 、このエースとは語源は何でしょう、俺なんかトランプの分かる、ね、分かる、そのエースから来てんのかなと思ってましたけど。3択いきます。はい実在したピッチャーの名前、今の1番ね、うん、2番トランプのエース、うん、3番昔は1番ピッチャーのことをエースと呼んでいた。どれもありそう。でもピッチャー2つ出てきてるからな。どれもありそう。3番昔は1番ってピッチャーのことをエースと呼んでいた、うん、正解は、うん、1番。名前なんか実在したピッチャーの名前、名前なんかい。1860年代に実在した、うん、アーリー・ブレイナードという、うん、野球選手がいました。名前ね。じゃあアーリーが一応エイサというニックネームで呼ばれていた。ああ、なるほど。うん、やがてそれぞれのチームでエイサのように活躍してほしいという願いから主力選手のことをエイサと呼ぶようになって、それが名前ってエースになったと。ね、トランプだと思うよ ね、 ね、うん。一番強いみたいな。なんかさ、ロイヤルストレートフラッシュとかにさ、うん、一番入ってるじゃないですか、エースが。確かエースなんか一番強かったよ ね、 ね、4つの中でも。ね、それかと思ったよ ね、 ね。思ったっすね。実在したピッチャーの名前です。そうか。ラッキーセブンもなんか野球だよ、ね、かなっていう、ね、ね、7回にみたいな、なんかあってみたいなね。ね、木村さんと話した覚えがある。そっから、うん。じゃあ次いきますね、はいはい、楽しいですね。楽しいですか、はい、闘牛は赤いマントを使いますが、うん、これなんで赤いマントを使うんでしょうか。牛が赤に突っ込む習性があるみたいなイメージですけど、うんうんうん、イメージあるよね、うん、3択いきますか、はい、違うんだな。闘牛ではよく流血するんで血が目立たないように赤い、うん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 、2番、うん、赤い色で牛が興奮するから、うん、3番赤い色で人間が興奮するから。うわー、でも怖い雑学として考えると血だなと思うんで、うんうん、もう怖い雑学一個も言ってないですから雑学クイズのコーナーですから。確かにしかもなんか前半に喋っとった20位20個、うん、全然覚えてないですから覚えてない、はい、うん、でも血にします。血の色を隠すため、隠すため、うん、正解は3、うん、赤い色で人間が興奮するから。人間なんだ。人間が血などを連想して赤色に興奮するため、実は牛は白と黒ぐらいしか見分けることができないと言われていますそうなんだ。牛は赤色に興奮してるんではなく、マントのひらひらや闘牛士の威嚇によって興奮して突進してくる。へえ。まあ赤犯罪増えるって言いますもんね。赤いな、あの街灯があの赤っていうかオレンジ、うん、でもパトカー赤いもんであれ見たら犯罪増えちゃうじゃん。確かに、うん、何の赤なんですかね、威嚇一番激しい目立つんじゃない、その波長がさ赤、信号もそうじゃん、あ遠くからでも分かるように。そっかそっか。多分波長が短いんじゃない赤って。うん、だから遠くまで見えるから、うんうんうん、赤で止まれなんじゃないのかね。うん、だから目立つ、人間が赤を認識しやすいっていうことなんじゃない。なんか街の色を青に変えると犯罪が少なくなるとかあるらしいですよ。データが出てるらしいです。はあ、うん、まあ赤いマントは人間が興奮するため。次いきますね、はいはい、マスクメロンのマスクの意味とは何でしょう。なんか聞いたことある。育てるときに、ほんほん、袋をかぶせるみたいな。あ、はい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 、どうですかそれ。3択いきますね。いきましょう。1、はい、網目状、うんうんうん、2、仮面、うん、3、香り。あ、香りっぽい。うムスクから来てそう。ということは3、香り。答えいきますよ、はい、
3香り、うん、お温室のメロンは、うん、食べ頃になると、うん、ムスクのような甘い香りがするのでマスクメロンと呼ばれるようになりました。だから MUSK、うんうんうん、ま、マスクの MASK じゃなくて、ね、ムスクのメロン、うん、やった当てた当てましたね、うん、初めてだった初めてでしたか。初めてでした。あら、まあ三択になると ね、うん、なんかいろいろ絞れてきますからね、うん、俺のあの袋かぶせるって一つもなかったんで親ってなったね、うん、なりましたね。なんかあの厚みでそのメロンを育てるときに四角い箱に入れて、あ、四角いメロンみたいな ね、あるね、出荷してましたけど、うんうんうん、じゃあ次いきますね、うんうん、手品などでよく使われる呪文のような言葉、うん、アブラカタブラとはどういう意味があるんでしょうか。アブラカタブラ、うん、どういう意味だろう。3択いきますか、はい、いきましょう1、はい、私が言う通りになる、うん、2、よく見てください、うん、3、特に意味はない。なんか3番っぽいけどな3番にします。3番、はい、答えは、はい、1、私が言う通りになる。これはメソポタミアで、うん、紀元前から用いられてきたアラム語が起源と言われています。私が言う通りになる、私は言葉のごとく物事をこなせるというような意味がある魔法の言葉です。昔から疫病を治す呪文としても使われていました。素敵素敵、うん、なんかそういうの、だから本当にだからさ、仏教で言ったらさ、うん、あの何だっけ、ギャーテーギャーテーみたいな、うん、なんかそういうさ、うん、まあ一応由緒あるというか、うん、ほんとめ紀元前から使われてきたアブラカタブラ、うん、アラム語。ちなみにの雑学いいですか。おお、どうぞ。テクマクマヤコンって何か知ってます。テク秘密のアッコちゃん、マクマヤコン、うん、テクマクマヤコン、うん、パッと思ってたの逆から読むとなんかなるみたいな、あ、なんかありそうじゃん。それ、うん、逆から読むのは、うん、ラミパスラミパスの方です。ラミパスラミパス、うん、ルルルルルのルルル戻る呪文じゃないですか。あ、そうだっけ、うん、そっちは何。ラミパスラミパスはスーパーミラーの逆なんですよ、うん、あ、なるほど、うん、スーパーミラースーパーミラー、スーパーミラーって言ってる。あ、そういうことか。でテクマクマヤコンはいいですか。テクマク当てたい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 。テクマク、え、考えて思いつく。ちょっと難しいかもしれないですけど、うん、思いつく人もいるかもしれない。ラミパスみたいな、あ、うんとね、そういう逆からとかじゃないです。じゃなくて、うん、テクマクマヤコン、マヤコン、テクマクマヤコン、いや、分からんですね。って考えたこともなかったな、うん。じゃあ質問して、はいはい、あ、いいっすいいっすよ。いいっすか、はい、ちょっと3択考えるのは難しいんで。あ、本当、はい、変身することに意味 に関連してます。どちらかというと、はい、あの変身する時に使う、うん、あれですね、あの鏡、コンパクト、コンパクトに由来してる、関係してる、うん、でも鏡、そう、うん、あのラミパスもスーパーミラーじゃないですか。スーパーミラーだったよね、うん、まあ、コンパクトも、うんうん、って考えると、うん、コンって入ってるじゃないですか。テクマクマヤコン、うん、うんうん、入ってる。コンはコンパクトのコンです。なんか略してるってこと。じゃあ、お、いいですよ。なんかを略してる、うん、マヤコン、うん、ね、テクは難しいと思います、うん、正直マヤコンが、うん、ヒントになる、うん、結構、でコンはコンパクトって考えると、マクマヤコン、マーヤ、魔法、魔法、魔法の魔、うん、ね、英語です。英語、うん、英語、うん、マヤコンが英語、うん、一つの単語ですか、うん、文章、二つの、スーパーミラーみたいな二つの単語、うん、とその中で単語っていうとちょっとあれですけど、うん、3つ言葉が入ってますね。マヤコンに、マヤコンに、で最後はコンパクトでしょ。コンパクトです、うん、ってことはマヤで、マヤコンパクト、そうだよね、ことです。マヤがそれぞれ、うん、まあ、
ミステリー。お、あ、ちょ、あんとね、ミステリーはどちらかというと、うん、マクの方に近い。あー、そうなんだ、うん、ちょっともう分からんわ、それじゃあ教えてほしい。いいですか、うん、マイヤコンパクト。マイヤ、マイアコンパクト、マイアコンパクト、うん、あ、自分の、マイアコン、あ、自分の、はい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 、テクニカルマジックマイヤコンパクトだったと思います、確か。テクニカル、うん、マジック、テク、テ、テクニックだったかテクニカルだったか、うん、テクニカル、テクニカルマジック、マジック、マジックは魔法じゃないですか、ま、うん、マイヤ、マイアコンパクト、あ、まあ、うん、テク、マク、マク、マックがマジック、マジック、うん、マイコンパクト、マイアコンパクト、うん、だったはず。英語、うん、英語なんですよ。英語なんだね、うん、はあ、はあってなりますよね。なった、うん、俺もなりました、見た時。はあ、よく考えるなって思いました。本当ですね、いい、いい雑学でした。あ、いい雑学20個いいやつ出せんかったっすけど、うん、今一番良かったっすよかったじゃあ最後ですね、はい、桁外れに規模が大きい様を超ド級と言いますか、うんうん、そのドの由来は何でしょうか。それって、うん、三河弁もド使うじゃないですか。三河弁ド使うんすよ。ド M とかド S とかは三河弁のドなんですかね。あ、違うんじゃない、そっちの超ド級のド、超ド級のドに近いんじゃない。まあこっちだと本当に超っていう意味、超っていう意味でどう使うじゃん、ドヤベーとか、うん、ドスゲー、超やべーとか、超すげーをドヤベー、ドスゲーとかいう意味で使う、ドあるけど、うん、わかんない、ド、ド忘れとかもあるもんね、うんうんうん、あるですね、うん、でもこの場合は桁外れに規模が大きい様を超ド級と言いますが、ドッカン、あ、ドッカン、うん、擬音みたいな、みたいなドッカンって結構大きそうな感じするじゃないですか。三択いきますね。はいはい。度合いの度。ああ、ぽいな。一番度合いの度。二、はい、番イギリスの戦艦。うん。三、フランスの重さの単位。ええー、何度ってなるんですか。わからん、なんか略し、略かもしれないし。なるほど、なるほど。ええー、一番ぽいけどな。うん。度合いの度。ああ、度合いの度、うん、答え、はい、言いますか、はい、答えは、うん、イギリスの戦艦、はい、超度級の度はもともとはイギリスの戦艦ドレッドノートから来ています。戦艦の規模がドレッドノートを超えるっていう意味で超度級と、当時はドレッドノートが多分結構でかい戦艦で、うんうんうん、それを超える、あ、土星の度でもいいですね、じゃあでかいから、そうだね、土星の銅を超える大きさ、うん、超土球、超土球、あ、そう、でも度合いがなんかでかいからっていうののどうかなと思ったっす三河弁の銅は、うん、まあ、どっから来てるんだろうっていう、確かに確かにのはあるよね、うん、このイギリスの戦艦ドレッドノートができる前から、うん、なんかありそうではあるじゃん、うん、ドうまいとかね、これがひょっとしたらドレッドノートが来てる可能性もないことはないですよ。あ、まあ、方言と言いつつも、ね、割と新しい感じで、まあ、ちょっとそこはね探ってみないと分かんないですけど、なんかド M ド S とかも結構芸能人とか芸人さんが使い出してから、うん、なんかすげえ全国に広まったっすけど、あ、その前からね、ド俺らつけてるから、つけてるね、これがウケるんだみたいな感じでした。あんまそれ考えたことなかった、うん、そうかな、うん、割とじゃあ新しい感じ、あ、でもド M とかなんか新しい感じするね、うん、言われてみれば、うん、あ、そうか、まあ、本当芸人さんが考えたワードみたいなのすごいよ ね、ダウンタウンのね、松本さんが広めた言葉みたいな、あるよね、そういう噂、噂、うん、ぶっちゃけとか、ぶっちゃけもそうなんて見ましたよ俺は。ほんと、うん、俺はなんかギャグが滑った時の寒い、あ、が松本さんがみたいな、うん、あとエッチ、う、あ、それは松本さんじゃなくてさんまさんが、ね、みたいな、エッチ、うん、それがなんかさ一般的に使われるようになるような、うん、そんなキャッチーなワードを作れるって、うん、
すげえなと思って、ね、うん、そういうラジオにしたい、うん、俺らの何か、うん、言った言葉が広まるみたいな、そうそう、うん、おからじ語みたいなのがもう一般に使われ出すぐらいの認知度を目指す、まあ、確かにそれすごいですね、目指しましょうね、うん、なんかないもんな今までで、うん、造語みたいなの、そういうスマッシュヒットの単語、うんうん、ね、なんかそういうの出したいな、ね、うん、まあ、うん、頑張っていきましょう、そうですね、はい、まあ、毎日アップしてるんで、はい、ね、何かヒットが ね、あるかもしれないし、そうあるかもしれないんで、うん、ということで、はい、楽しかったです、雑学会2回目でしたね、はい、怖い雑学、うん、まあ、怖くないですけど怖くないですけど怖い雑学っていうことでね、押し切りましょう、はい、はい、ゴリ押ししましょう、ゴリ押ししましょう、そうですね、小魚のこと、小魚のこと、ゴリラではない、はい、はい、この話もし自分だったら、ありがとうございました。また後ほど。